ですからこの打席を含めてね、3打席も難しいかもしれないですよ。そうですか。となれば打っておきたいこの打席、三塁線破りました。今日2本目のヒット、長野にはあと1本と迫ります。ツーベースヒット、ここで打ってきました。いや堀内さん、しぶとく打ってきました。いやしぶといっていうかね、やっぱり執念ですよ。はい、体勢は崩されているように見えましたが、いやいやもう崩れてますね。はい、でもね、なんとかしたいっていう気持ちでしょうね。普通あの打ち方だったらファールでしょうね。なるほど、それが中に入ってきました。何度となくピンチをしのいできたマウンド上は加賀美。9月2日巨人戦での白星を手にしかかったところ、この村田のホームランに泣きました。ショートバウンドして三塁ランナー突っ込んでくる、ホームに送ったタッチはセーフです。セーフ、ジャイアンツ先制。相手のバッテリーのミスを見逃しませんでした。坂本ヘッドスライディングで先制点です。いや堀内さん、ボールはそれほど大きくこぼれませんでしたが、いやいい走塁ですけど、手をやってませんかね。ちょっと今左手の甲を坂本が気にしています。もう一度先ほどの本塁突入のシーンです。非常に出足よくスタートを切りました。そして、あ、左手が滑り込んで、あ、今ですね、鏡が滑り込んだ後踏んだんじゃないですかね、はい、ちょっと踏んだでしょうかね。この後です、足の間左手抜けてホームインの後で、この後です、ほらほらこれですね、はい、踏んでますよね、まあ意図的にやってるわけじゃないんでしょうけどね。そうですね、鏡も、ちょっとあのスパイクで踏まれてますよね。そうですね、この後ここです、捨て手を痛がる動きがありました。まあ、鏡も必死にアピールをして、まあ、球審に向かっていく中で足が坂本の左手を踏んでしまいました。この後の試合展開次第ですが、堀内さん、最後の打席の可能性もある。 ありますね、最多安打は1本差です。あと1本打ちますと今シーズン20度目の猛打賞。長嶋茂雄終身名誉監督に並びます。その固め打ちが出るでしょうか。外を合わせてライトの前、3安打猛打賞、173本目、長野を捉えました。4打数3安打、最多安打の争いは並びました。坂本、長野を捉えて173本。いや堀内さん、またここで打ちました。いやボールの球ですよね、ボール球。でも坂本って器用なんですね、ああいうボールをヒットにできるっていう、はい、今まではね、坂本ってのは器用さがねバッティングを邪魔してたんですね、はい、こういうことができるから、でそれをある程度切ってやっていい結果が出たんですよ、はい、でも器用さが出ましたね、追い込まれていて外一辺倒の攻め、お話しあった通り見送ればボールかもしれないゾーンで、ボールだと思いますね、はい、最後は片手一本出してきました。これでセントラルリーグ最多安打の争い、長野と坂本が並びました。173本、藤村バントしてセーフティー気味に行きましたが一塁はアウト、送る形になりました。さあ長野が打席に入ります。原監督が今何か声をかけていますが、これは何でしょうね。堀内さん、やっぱりここのところちょっとこの坂本とのね、長野が下がりました。代打を送るでしょうか。石井義人がベンチを出ます。長野を下げました。
これによって長野と坂本の2人が今のところ最多安打ランキングで並ぶということになります。ちょっとね、だったら坂本も変えなきゃダメですよ。坂本もう一回回ってきますからね、はい、これでどうでしょうか、2人にタイトルをという原監督の。いやいや、それはいいんですよ、それはいいんですけどね、あんまりこうベンチが見えるような探り方をしてはいけませんね。ただちょっと坂本が今天井を見上げていました。長野は今拳を上げてセカンドベース上の坂本にやったなというようなジェスチャーを見せまして、堀内さん、今坂本は塁上で泣いてましたかね。ちょっと今目が充血しているように見えたんですが。ああ、かもしれませんね、今顔を拭います坂本です。チームの計らい、原監督がこの坂本にタイトルを取らせるためという決断を下し、長野もそれを受け入れたという形になりました。長野に代打石井、まあ、となりますと坂本はもう次打席は立たないでしょうからと思いますけどね、はい、原監督は今シーズンチームを支えてきた主力の2人、この2人への気遣いを見せました。まあ、これで坂本が次打席に立たないとしますと、このままいけば坂本と長野でセリーグ最多安打がほぼ確定的です。笑顔でベンチに戻る坂本、そしてそれをガッツポーズで迎える長野、まあ、堀内さん、塁上涙もあった坂本ですが、まあ、変わることを受け入れた、まあ、この長野の気遣いなのか男気なのか、そのあたりに感じる部分もあったんでしょうかね。まあ、長野は大人ですね、いい選手になってますよね、はい。